こんの桜3期は成功したけど日向4期はミスりましたこ野さん桜3期では見る目があって日向4期では見る目がなかったってどういうことよ桜坂にふさわしい人材は選びやすかっただけやろう 今度は岸くんを卒業に追い込んだんだからその責任は取らないとたった1年半で卒業なんてありえないだろうダンスが下手なのは研修時代に分かってただろそれでも正規メンバーにして卒業させたのは棚の上にあげて上から目線でひなたはダメだそれはいくらなんでもいくら桜坂をメインをしてる自分でも今度は許されなかった桜坂にお前みたいな気持ち悪いおたいたらマイナスでしかないから早くおたやめてくれや。 基本的には桜坂のいいところを描いていくけど「ダメなものはダメ」と書いていかないと日向の二の舞になるよあの「紅白」に出れなかった時の悲しさは「紅白」を見れなかった追い込んだって断定するのは何か事実を知ってるんか日向坂っぽいおひさまっぽい。 欅坂全盛期に採用した2期の数人以外はみんなハズレなんだから今更な話だけどなもともと曖昧な勢いだけでやってきたグループだからいざ勢いに陰りが出ると売り方が分からなくなる合宿で課題曲を必死に頑張った3期と何かわからんが大喜りやってた4期の差だな日向坂4期のが圧倒的にリソースかけて,てんのにねリソース食ってばっかだから太っちゃうよ桜を盛り返すために日向そっちのけで。 桜をしまくってたら日向が沈んだ今は慌てて日向の若手をしてるところ日向4期好きなやつってロリコンが多そうで引くそれに比べ桜3期はみんな身長も高いし大人っぽいお日様が本当にそうなら渡辺が人気になってるしバレーズならみんな身長高いなんて言わない 表題のちゃんたいらも動きが曲メガボルトも爆死したからって対立煽りなんてみっともないことしない方が良いよ。最近ののぎおたのやってることがマジでダサい。ツアーの延長の東京ドームで山下の卒婚より人来くるんだからひなたは出るまくないでしょう。相当数の田おたが3期に流れてきてる。芸人桜坂の子は本当に謙虚 自分ら世代の考えなのかもしれないけどなんでアイドルになったんだろうって思うことが多い喋ってみたらみんないい子日向坂4期では竹内石塚が明らかに失敗だった運営にはお日様は何だって指示してくれるみたいなおごりがあったと思うこの2人については今後不良再建化する前に戦力外通告すべき。